はい、オープンを出す今のまさくです。今日は新企画ということで、第1弾のまずお話をしていきたいと思います。ですね、まあ、セクションは何個かに分けて話をするんですが、今日一番最初にまずお話をするのは環境を整えるというところです。はい、この環境を整える、大体このちょっと今出してますけども5つほど私の方で、お話をしたいと思います。ちょっと時間によってね、何個かに分けた動画になるかもしれませんが、ご了承していただきます。まずですね、一番最初に書いてる挑戦の、日程ということです。これはですね、自分で決められないんですね。というのは、やはり、まあ、相手は海ですから、潮の流れだとか天候だとかいうようなことがあります。まずですね、大体私の場合だったんですが、この7月にはですね、挑戦今回したんですけども、3つの日程がございました。1、2、3という感じで、上旬、中旬、下旬という形で、ちょっと話をしますけども、その中で5日間という日程をいただきまして、私は12日から17日までという日程を選択させていただきました。で、この5日間の中で、一番いい、状況、天候だとか潮の流れだとか風の流れ、いろいろあると思うんですが、そういうのを見て、漁師さんの判断で明日以降、今日以降、3日後行こう、こんなことが、決まるようです。私が一番最初に、チャレンジしたいなと思った時に、お盆が、仕事が休みやすいという理由からですね、このお盆の日程に合わせて挑戦できないかという問い合わせをしたんですが、これがまたとんでもなくピント外れな話でして、当然その日程には無理ですよということで、諦めます。こういうような、経緯、一番最初6年前に思い立った時はそんな問い合わせをした、思い出がございます。なのでですね、自分で挑戦の日程が決められないということがまず第一になります。なので、これを挑戦したいと思われている方はですね、学生さんであっても、社会人であっても、さまざまではあると思うんですが、やはり自分の仕事の、状況、当然休みやすい方もいれば、責任のある方ですとなかなか、席を空けにくいという方もいらっしゃると思います。この自分のことの話、ここからちょっとなるんですけども、会社をやってる関係でですね、みんな休みやすかったやろ、なんてことを言うんですが、とてもとてもですね、挑戦しようと思った6年前は、先ほど申し上げたように、お盆だったら休みやすいというのがありました。そんな日程都合よく行きませんでしたので、やはりその津軽海峡の挑戦に合わせた休みを取らなあかんということが、まず第一条件ということになりますね。そう考えたときに、自分が、そういう立場に、その時はなかったんですね。で、私が会社を、5日間、プラス前後入れると、1週間ということになるんですけども、1週間空けると会社というのはですね、ちょっと回らない状況になってました。この5年間で自分が1週間休んでも、会社が、しっかり回る、そういった人材育成をしていこう、こんな風な計画を立てました。このちょっと人材育成の、経営の話になってくると、なかなか皆さんに当てはまるかどうかっていう話なんですが、なかなか人っていうのはですね、そう簡単に思い描いたように育ちませんので、やはりここには一心一体という曲折がありましたので、なかなか思うようにいかなかったということがありました。で、ちょうど3年前にある程度のメドがついたということで、申し込みを2021年にした、こういうふうな流れになっています。まず1つ目の環境を整える挑戦の日程、自分では決められないということを今日はお話しさせていただきました。今日はここで、一旦打ち切りとさせていただきます。では。